チェンジを行き過ぎてしまった場合は、高速道路上でバックや U ターン、展開はせず、そのまま走行し、次のインターチェンジで降りてください。インターチェンジ出口では、料金所スタッフがいるレーンをご利用いただき、料金所スタッフにお申し出ください。目的のインターチェンジまでお戻りいただけるようご案内しますので、料金所スタッフの指示に従ってください。その際の通行料金は、当初流入インターチェンジから、目的のインターチェンジまでの通行料金となります。では、どうぞ。高速道路を走行していて、降りるべき出口を通り過ぎてしまった。経験したことがあるという人もいるかもしれません。こういった場合は、次の出口で降りて、一般道で U ターンして、高速道路に戻るという方法が考えられますが、これだと間違えずに目的地までたどり着いた場合に比べて、高速料金が高くなってしまいます。また、ドライバーさんが焦ってしまい、高速道路上で無理な U ターンの試みて、重大な事故を引き起こしてしまうというケースも。こんな事態に陥らないために知っておきたいのが、特別展開です。この特別展開を利用すれば、安全に、かつ追加料金なしで、目的の出口まで戻ることができるのです。実際に、編集部スタッフが、プライベートで特別展開をした時の写真で説明します。降りるべき出口は、東名高速道路の厚木インターチェンジ。しかし、間違って出口を通り過ぎて、そのまま名古屋方面へと進んでしまいました。特別展開の手順1、次の出口で高速道路を降りる。高速道路上で無理な U ターンをせず、次の秦野中井インターチェンジまで進み、そこで高速道路を降ります。特別展開の手順に料金所で、一般のゲートへ向かう。料金所では ETC ではなく、有人の一般と書かれた緑色のゲートへと向かいます。ETC を利用している場合は、カードを抜いておきましょう。特別展開の手順3、料金所のスタッフに、特別展開をお願いしますと告げる。降りるべき出口を通り過ぎてしまい、特別展開をしたいと料金所のスタッフに告げてください。すると通行券に特別展開承認の印を押してもらえます。 ETC を利用している場合は ETC カードを渡してください。特別展開の手順4、案内図に従って U ターンして料金所へと戻る。手順3で手渡される周辺の地図が書かれた案内図を見て、料金所へと戻ってきます。案内図には、スムーズに料金所へと戻るためのルートが示されているので、それに従えば、安全に、素早く料金所へと戻ることができます。戻ったら、料金所で、一般のゲートを通過し、高速道路へと復帰。そのまま当初の降りるはずだったインターチェンジの出口へと向かいます。ただし、スマートインターや、有人のゲート、一般ゲートがない料金所、インターチェンジの構造上の問題などにより、特別展開が行えない場合もあります。年末年始や大型連休に、車で遠出をする場合は、ぜひとも覚えておきたい知識。とはいえ、特別展開を利用せず、目的の出口で高速道路を降りるのが理想であることは言うまでもありません。目的地が近づいてきたら、ナビなども参考にしながら通り過ぎないように、集中して安全運転を心がけましょう。なお、インターチェンジの構造等によっては対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。